韓国電力公社は、大韓民国の公営電力会社。韓国電力、または、ハ電と通称される。本社所在地は、全羅南道羅州市株式保有比率は、大韓民国政府と政府系の韓国産業銀行で51%に達する。一方で韓国取引所に上場されており、外国人を含む。 一般投資家が株式の49%を保有している。政府と政府系金融機関が株式の過半数を保有する半官半民企業であるため国策の影響を強く受ける。アラブ首長国連邦での原子力発電所受注もその一環である。韓国政府は輸出製造業を支援する目的などで電力料金をアジア諸国の中でも低く抑えており、 韓国電力はコストを電料料金に十分転嫁できず、2018年と2019年は大幅な赤字であった。文在寅政権下で2020年に策定された電力需給基本計画草案では、2034年までに電源構成で原発を現行の20%程度から10%以下に引き下げ、石炭火力発電を60機から30機に半減させ、 コストが割高な再生可能エネルギーを15%から40%以上に引き上げる目標が盛り込まれており、その対応も迫られている。以下の発電事業主会社を持つ。韓国水力原子力発電を除く5社への発電所の分割は資産価値や設備容量が均等になるように行われたため、各社が所有する発電所は同一地域にまとまったものではなく、 それぞれの会社の発電所が全国各地に点在している。すべて、韓国水力原子力発電が保有、運営 ABC、ソウルの電気代、東京の半分以下国策価格、韓国電力の被害、日経産業新聞2020年10月29日、ケプコの発電子会社設立と、卸電力市場の創設韓国の電気事業、電気事業連合会、 2018年7月28日へ閲覧。ありがとうございます。